渋沢県です。こんにちは。 えー、戻って、えー、参りまりした、えー、去年はです、ね、あのオンラインでこの社会記憶フォーラムを開催したんですけれども今年はこのようにこの文京学院大学の陣、えー、愛ホールです、ね、のステージに立つことができました、まあ、皆さんはスクリーンの向こう側でいらっしゃいますけれどもこれからです、ね、次々と先ほどの社会記憶学校に立ってです、ねえー、熱いメッセージを皆さんにお伝えしますのでぜひあの楽しみにしてください。えー、今回13回目になります 1>, えー、1回目って2009年だったんですねその年にコモンサーティファンドを立ち上げましたでその時に私がちょっと思いつきですね社会業フォーラムやろうよと。 と言ってあの立ち上げたばっかりの会社でしたからみんななんかきょとんとしてていやなんで金融の会社がそんなことやるのかなみたいな感じだったんですけど、えー、あの今振り返ってみますと是非ですねあの「コモンズ社会起業家一覧で」って検索していただけますとそのリストが出てくるんですけど2009年の,、えー、あの1回目、えー、顔ぶれを見ますと。 結構すすごいんですね本当にこの今ですとこのソーシャルセクターいろんなあの意味でこの世の中でサステイナブルな社会のためにイノベーションを起こしている応募者たちが実はそこにこうずらーっとこう結構並んでるんですよねですからその後まあこれからも今回13回目になります今はこの会場にはあのお客様はいらっしゃらないんですけどあの結構あの コンメンバー社員が駆けつけてもらってですね実はこのイベントっていうのは、えー、本当に我々が毎年大事にしている、まあ、一丸として、えーまあ、あのやっているそのようなあのフォーラムでございます。で、えー、13回目って話しました。 で13というのは、えー、実はあの西洋社会では、えー、不吉な,不吉なあの、えー、数字あのアンラッキーナンバーなんですねですからあのホテルとかビルであの13階がないというところ結構あの海外ありますよね。 なぜかというと、えーまあ、あのイエス・キリストの晩餐会最後の晩餐会で一番最後に13番目の席に着いたのは後でいうのを裏切ったユダと言われてますし、えー、キリストが処刑されたのが金曜日13日という説もあります。 あと、えー、ローマ帝国のシーザーも,、えー、もうブルータスに裏切ったんですけどそれも実はあの13日金曜日という説があるんですね、まあ、それはどちらか,なんか作り話ような感じがするんですけど、えー、13というイメージですとすかこう,すっていうそんな感じですよね、えーまあ、考えてみますと、えー、この、まあ、1日では、えーまあ、12時あの時計があってですね1から12回ってそれが ぐるっと回って、まあ一日になりますし、まあ十二か月で、でそこでまあ一年になります。で、あのば十二子ってなりますよね。で、それをかける五が、まあ、えとになって、まあ還暦っていうのもありますので。なんか十三って、こう、まあ、あの、こう仲間外れみたいな、あの、そんなイメージがあるかと。思うんですよね。けれども、それ見方によって、ちょっと違うことも言えるんじゃないかなと思うんです。 要するに13というのはその12の一つのサイクルが終わってその一番最初の一番目あのそういう考えもできるんじゃないのかなと思うんですよね。 去年、オンラインで、この社会教科フォーラムで私は、今、我々は日本は大切な時代の節目に立っているって、そう,いう話をしたと思うんですね。昭和時代の常識があって、そしてそれが破壊されていた平成時代があって、で令和に立っている我々は新しい時代、その扉を開けている、まあ、そういうタイミングだって話をさせていただきました。 でそう考えますと実はこの,この13回っていうのはリセットしているここからまた始まりなんだと,というあのそのようなメッセージもあるんじゃないのかなと思っております。でそういうふうに考えますとどうでしょう過去の,その成功体験ってすごく大事じゃないですかだけどその延長線上それを一直線に目内に描くとですねそこにはその成功の 新しい成功体験って作れないんじゃないかと思うんですよね。だから一回ぐるっと回って、ここでリセットすることが必要で、それは今回の社会起業家フォーラムそうです。今回初めてあのハイブリッドでやってます。 多分おそらくこれがスタンダードになるんじゃないかと私は思うんですけど実はかなり複雑なんですねあのあのリアルでやったとかオンラインのやとか結構簡単なんですけど結構今回あの複雑ですけれども多分これがあのスタンダードになると思うんですよねでコモンス投資も2009年1月にコモンサティーファンドを立ち上げましたのでそこでまあくるっとそういう意味では12周期を経てですね 新しいコモンス投心のステージに入っているそんな感じなんですよね。でその中で必要なことっていうのはそのどの時代でも、えー、こう何でう軸がぶれないこれは大切だと思うんですよね。 だけど全然あのそれがそのままずっと続くということだと新しい時代環境に何事もそれはこう適応できることができないと思いますので,でそこではやはりこの新しいその時代に適応するような,なんかこう突破口みたいな,なんかそういうところも必要なんじゃないかなと思っています。ですから今日あのこの後に登壇する社会教家たちはどういう方かというとこの今までの,その日本の豊かな時代 社会をこれからもっともっとこう豊かな社会にするためにですねいろんな分野でその突破口をいろんなところでこう開けているあのそのようなあの本当にまさにイノベーターじゃないのかなと思います。で現在ですねこう と言いながらもこう何ですかこの世の中ってえまあ世界情勢結構大変ですよね。民主主義が問われているようなとこがまが内外いろんなところでなんかいろんな問題がありますしそもそも資本主義ってもうだめなんじゃないのと,というあのそのようなあのこともありますけれどもまああのだからある意味でこの目の前にこうなんか嵐みたいなのがぐる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 ,ぐるこう回っているのはそ,そんな感じがしてですねなかなかこのまあそのさっき突破口という言葉を使いましたけどなかなかこう出口 が見えないけれども実は昨日あの台風があのまあ、関東この辺をスーッとこう通り抜けたんですけどそれが通り抜けると今日すごく綺麗な青空なんですよねだからここがすごく大事なメッセージだと思うのは目の前でぐるぐるぐるまで大変なことが起こってる <laughs> もう嵐だとだけどその嵐は絶対通り抜けてで通り抜けるとそこには必ず必ずこう青い空がそこで待ってる。 その青い空に向かってこれから我々この登壇にするこのステージに立つみんなはその青い空に向かってですいろいろと熱いメッセージをこれから伝えたいと思いますのでぜひ最後までじっくりとみんなの話を聞いてください。いどううもありがとうございました